皆さんおはようございます。2022年9月の19日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 B です、高潮の被害、農産物の被害、家屋の被害、人的な被害が一番恐れていたことなんですが、今のところですね、県内大きな被害の報告、人的なですねは入っていないです。まあ、だけど日本全国、先ほど申し上げましたように、厳重な警戒をお願いいたします。もうちょっとなんとかな、想像を絶する、やはり史上まれに見る台風っていうのはもう間違いないと思います。さっきこの牛さんと猫さんですね、こう置いてましたけど、昨日はこういうのを全部入れてました。またこれが終わったら取り込みます。まあ、どれだけ風が吹いてくるか、まだ警戒をですね緩められないからです。で、さっきもう正しいことを言うのに右も左もないと、私が野田氏の発言に対して噛みついたのが、立憲民主党だと私だけですか。びっくりしました。風花未来さんの YouTube チャンネルとか、デイリーですかね、そういったところでも取り上げていただいたみたいですけど、私が驚いたのは私だけかということが逆に驚きですね。個人をこういう時に優先なんかできやしませんから、人を批判するんじゃなくて、私たちに黙れと、国葬儀は法的根拠もないと、憲法にも反すると言ってんのを左翼のたわごとだ、お前ら黙っとけという、それに恐ろしさを感じてるわけです。とんでもない、内閣葬を国葬と呼んでですね、天皇陛下と同列の大喪の儀とさも同じかであるかのような錯覚をしちゃいかんでしょう。個人に対する弔いの気持ちとですね、それと国葬儀は全く違いますよ。黙れと言われても絶対に黙らん。正しいことは正しいという、それがやらないとですね、昨日も94歳の私をフォローしてくださってる方がおっしゃってましたけど、結局日本が亡国の淵にまで沈んだ敗戦もですね、言葉をみんなが奪われていくわけですよ。おかしいな、これは変だよな、やっちゃいけないよなと思いながらも、そして最後は勝った勝った勝ったと、深刻な負けが続いてるにもかかわらず、まあ、大本営発表ということで、そしてうちにおいてはですね、鬼畜米英を打ち倒せと、それに反する者は非国民であるということを、でとんでもない言論統制をやってきたわけですよ。でも今とどんだけ違うんだって私申し上げたいんです。でも申し上げました。国民を政権が恐れなくなるから、あんな国会で100回以上嘘をついても今の状況でしょ。そしてこの10年間よほどのその恥パイっていうか、その政権に影響のない人以外は誰も捕まってないでしょ、政治家。ひどい話だと思いますよ。私の父も母も、昭和の、父が9年の生まれ、犬年ですね、母が7年の生まれ、猿年です。で、戦争について両親が私に話すことはほとんどありませんでした。いや、話せないんだと思うんです。父は佐世保の生まれで、まあ、長崎で育ったわけですね。で、9年ですから、敗戦の時は11歳ですよ。長崎の原爆投下についても
一回だけ言ったことがあるんですよ、私に。空が本当に、なんて言ったんですかね、どす黒く空が燃えていたって言ったんですよね。あの下には人がいるんだって。そしてその後、ちょうどこの高木瀬で、あれは釣りをしている日でしたね。あの時鮮明に覚えてるのは、60年に1回って言ってたかな、なんか竹の花が咲くっていうのはなんかすごく不吉なんだとかいう、そういう迷信まで、誰か、どの王子だったか知らないですけど、海軍から帰ってきた王子だったと思いますけども、言って、ちょうどお寺の横の竹林の花が白く咲いてたのを今でも覚えてますね。で、そして最後に彼らはこう言ったんですね。俺たちは海軍にずっと、うちの代々、私のひいじいさんも王子たちも奉職してきたと。で、この空の上を最後特攻に飛んでって翼を振ってくれた人がいた。で、彼はもう二度と祖国に戻ってくることはなかったって。それたった一回なんですよ。でもたった一回だけども、よく覚えてます。母は教師をしていて、父はまあ建築家ですから、なんか建築家ですからっていうとあれですけど、まあ、言葉よりもその自分の図面で物事を表現する人でしたけど、母は まさに高校の先生で、どっちかというと多弁な人ですね。だけどその母も、戦争については、あの母ですら一回しか話してくれたことがないです。です。母はこの佐賀で生まれ育ったんじゃなくて、今の神崎市、千代田町、それから祖父はその千代田町の出身ですけど、五男坊五郎ですからね。五男坊なんで、三田川、今吉野狩りっていう町になってますけど、その吉野狩り町で、梨園をずっと広くやったんですね。自分で開墾してやってたらしくてですね。で、母が言ったのは、その学校に行く途中、勤労動員なんでしょうかね、その日の熊山のに向かう綺麗な桜並木の道があるんですね。今でもその名残がありますけど、当時とはまあ全然違うでしょうね。で、そこで米軍機の機銃掃射、それを目の当たりにしたっていうことを言ってました。こんな佐賀まで飛んできた、まあ、佐賀の空襲のことを言ってったのかも分かりません。でもそれっきりなんですよ。で、多くの人たちはその戦争の記憶を自分の心の中に閉じ込めてますね。もう二度と思い出したくないんだと思います。だけど、だからこそ言葉を失っちゃいけないんですよ。だからこそ、なんで左翼が戦争に反対して右翼が戦争に賛成するって決まってるんですか。違うでしょ。国を思うのに右も左もないじゃないですか。国民の命と暮らしを守るのに右も左もないですよね。その風花未来さん、ありがとうございます。私のもうそこまでの怒りというか、軽いジャブのつもりだったんですけど、一人しか言ってないとすると、それは目立つでしょうね。まあ、でも、もう解散総選挙になったら、やっぱりはっきり積極財政、日本の国をですね、衰退から成長に向かわせる、そして今の古い政治の応援団とは組まんと、もうこれをはっきりさせないと、何回やっても同じことです。時だけが過ぎていく。13年前に民主党の代表選挙に出た時の、あの時のある A という国のですね、講師の薄ら笑いは今でも覚えてます。ああ、負けやがれって思ってるなって
まあ負け上がれって汚い言葉ですいません。どうせお前は負けるんだ、お前なんかに何ができるんだと言わんばかりの顔でしたね。当時はその彼らと一緒にプロジェクトをいくつもやっていたんで、大臣の時ですね、すごくああやっぱりこうだなって思いましたね。いやもう負けちゃいかんと思います。さて今日は敬老の日なんで、敬老の日にちなんでいくつか、よくシルバーデモクラシーとか言ってご高齢の人の意見だけが通るとか言ってますが、私はそうは思わないですね。人生がこう仕上げの段階に差し掛かってですよ、今の日本をこのまま次の世代につなげてっていいかと、さっきの94歳の方もたった2世代前の話なんだと、みんなが言葉を奪われたのは、今の20代の方にとっては3世代前ですね。いや20代でも2世代前か、私の父の時代ですから、子供が20代ですからね。まあ戦争に、突入したのはそのもう一個上の世代からだから3世代前と言ってもいいでしょう。でもたったそんくらいの話なんですよ。2世代前3世代前に間違ってるんですよ。だからそのことはやっぱり再度胸に刻んどかないかんと思います。で敬老の日で思い出すのはその祖父の後添さん、私はそのおばあちゃんが生まれた時から自分のおばあちゃんだと思ってたんですけども、母の本当の母、本当の母というか生みの母ですね、トネは私が生まれる3ヶ月前に亡くなってるんですね。4ヶ月前か。だから顔を知らないんですよ。でもたくさんの人たちをこう温めてあげてくれてたっていうのは今でも聞きますね。もう亡くなってからそれこそもう半世紀以上が経ってるにもかかわらず皆さんの記憶の中にあるっていうのはありがたいことだと思います。でももう一人の祖母、青果市場に出てですね、固い店を切り盛りして料理も すっごく上手で、その実の祖母とは全然違うタイプのですね、もうまさにそのなんていうかな、実務の感じの祖母でした。総選挙に出る時もずっと走り回ってくれました。でその祖母のお母さんは牟田大っていうんですね、東セフリでサンバさんをしてて、でその東セフリでサンバさんってもう今は言いませんが、赤ちゃんを取り上げてたくさんの人たちをですねこの世に生まれてくる手伝いをしてたんですね。で彼女は66歳の時にがんが見つかるんですね。でも天寿を全うして神崎郡で一番の長寿だったですね。104歳で、天寿を全うしたんですね。で祖母がよく言ってたんですよね、がんにうちの母は勝ったんだと、あんたのひいばあちゃんは勝ったとよと言ってました。がんに勝つってどんな意味なんだろうって、まあある一定以上になるとそのがん細胞も増えないっていうのがあるらしくてですね、よくわからないんですけど祖母が言ってた意味は、とにかくよく笑う人だったと。そしてそのそういう人にはそのいくつも幸運が幸いするんだって言ってたんですね。一つはよく笑う、それからあんまり自分のためっていうか自分がっていうのは全くない人だった、人様のために世のためにっていうことがすごく多かった。そしていつも最初に言うのがありがとうっていう言葉だった。だからみんながこう輪ができるらしくてですね、で敬老って言葉があります。老を敬うと、
老っていうのは今でこそそのなんていうかな、若さに対して老害とかいうそういうネガティブな意味でも使う人がいますが、日本の伝統はですね、老っていうのは経験を積んだ知恵をが重ねたそういう意味なんだそうですね。だから、江戸幕府大老って言いますよね、将軍を補佐する人ですね。それから若年寄りっていう、これも年寄りっていう言葉がついてますね。そういう物事の、あの言葉の使い方をしてきた。だからこの敬老の日っていうのは腰肩に思いをいたし、そしてそれぞれの地域を支えてくださった、まあこの日いくつも私たちも呼ばれてですね、一日そうですね、県会議員の時には最高で15行ったでしょうかね、呼んでいただいて、で行くとですね、すごく皆さん喜ばれる。でもう一言だけそこで挨拶して次行っておけよっていうんで行かせていただいてましたけど、まあこのコロナでまたこの台風で集まる機会を失ってしまいましたね。でも見守ってますんで、本当に心から感謝申し上げて、俺が政治の世界にも私を持ち込む人間がいる。政治の世界はあくまで私じゃないですよ。私を持ち込むんであれば、いや経営者だってそうですよね。松下幸之助さんがよく言ってました。それこそその天を味方にする、私にこだわって私を優先する人を天が味方するわけないじゃないですか。私はそう思いますね。頑張っていきたいと思います。今日この後ちょっと災害に注意しながら県内回ってですね、そして明日の朝また佐賀の、モーニングセミナー国政報告、まあ、できたらいいなと思います。佐賀でやるのは3回目ですね。それで東京でまたやらせていただいて状況という形になります。それじゃあ皆さん、本当にまだ台風の進路にある方々、また遠いところも、それからこうやって過ぎ去ったと思うところもですね、ぜひ万全のまだ自治体からの情報、夜中にキキクルっていうですね、アプリを皆さんに紹介したら喜んでくださった方も少なくなかったです。じゃあ皆さんどうぞ良い一日を。これからですか。あちゃ、蚊取り線香はしないと。これ暑そうですね。じゃあ皆さんどうぞ良い一日を。最後はドンファン君で。ごきげんよう。ありがとうございました。